じゃあ井田さん、今週の一冊批評お願いします。はい、今週の一冊はですね、批評の回ということで、はい、僕の好きな批評家、渋沢辰彦さんの偏愛的作家論、うん、これ今もあるのかな、福武文庫って今あるかな、うん、三島由紀夫とか石川純とか、はい、羽庭裕子とか、まあ、渋沢さんってちょっとマイナーなというか、うん、小難しい作家が好きな人で、そういう人たちに関して語ってるんですよね、うん、で中でもちょっと面白いのが、この人暗い最初の頃初期のミステリーとかが好きなのよ、うん、江戸川乱歩とか、江戸川乱歩、夢の旧作わかるかな、ドグラマグラの人、そう、あと、久尾トラン、小栗虫太郎、この辺で意外と面白いんですよ。わかんない。小栗虫太郎。名前面白い、ね。小栗虫太郎の虫はこれだから。本当だ、本当の虫だ。虫だ。そう、インセクトです。で、この辺の、ちょっとなんか昭和初期のなんかダークなミステリーね。いいですね。めっちゃ面白いの。それは読んで、ね。江戸川乱歩のテイストね、本当に何人もいるのよ、その。だから、ドグラマグラも面白いし、この久尾トランっていうのも面白いし、小栗虫太郎はね、代表作、調べて一作出てくるから、誰ですか、小栗虫太郎、その辺のね作家のことを、まあ、渋沢さんがたっぷり愛情を込めて語ってるんで、実になかなかいい、面白い。国士官殺人事件、そう、国士官殺人事件、それ面白いよ、なんか表紙がなんか新しくなってる、そう、館物の、まあ、走りだね、はい、あ、本当は面白い、人外魔境とかなんかいろいろ面白そうですよね、でも、まあ、国士官に殺人事件じゃないかな、ダークミステリーはいいな、いや暗いよ、でもなんかその日本のいいですね、豊かだけどまだまだし、でどんどんとなんか変わろうとしているモダンな感じっていうのがよく出てるんだよね。で、まあそういう作家24人について語った、批評の本なんだけど、こういうのを読むとやっぱり批評も一芸だよなっていう感じしますね。批評で一冊書いちゃうわけですからね。そう、偏愛的作家論だからね。ということで、おすすめ、今文庫であるかどうかわからないのでちょっと、はい、ネットで調べてみてください、渋沢辰彦さんの本でした。はい、ありがとうございます。ということで、今宵もご視聴いただいてありがとうございました。また来週お耳にかかりましょう。それでは、はい、おやすみなさい。